宮沢賢治。グスコーブドリの伝記。森。グスコーブドリは。インハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんは。 などりという名高いきこりでどんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でしたブドリにはネリという妹があって二人は毎日森で遊びましたゴシゴシ とお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました二人はそこで木イチゴの実を取って湧き水につけたり空を向いてかわるがわる山鳩の鳴く真似をしたりしましたするとあちらでもこちらでもポーポー 鳥が眠そうに泣き出すのでしたお母さんが家の前の小さな畑に麦をまいている時は二人は道にむしろを敷いて座ってブリキカで蘭の花を煮たりしましたすると今度はもういろいろの鳥が 二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように泣きながらザー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 通り過ぎるのでしたブドリが学校へ行くようになりますと森は昼の間大変寂しくなりましたその代わり昼過ぎには ねりと一緒に森じゅうの木の幹に赤い粘土や消しずみで木の名を書いて歩いたり高くうたったりしました。ホップのつるが両方からのびて門のようになっている白樺の木には「かっこうどり通るべからず」と書いたりもしました。 そしてブドリは塔になりネリ、ね、は七つになりましたところがどういうわけですかその年はお日様が春から変に白くていつもなら雪が解けると間もなく真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り 7月の末になっても一向に暑さが来ないために去年まいた麦も粒の入らない白い穂しかできず大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでしたそしてとうとう秋になりましたがやっぱり栗の木は青い殻の胃がばかりでしたし ふだんなで普段食べる一番大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした野原ではもうひどい騒ぎになってしまいましたブドリのお父さんもお母さんもたびたびたき木を野原の方へ持っていったり冬になってからは何べんも大きな木を 町へそりで運んだりしたのでしたがいつもがっかりしたようにしてわずかの麦の粉などを持って帰ってくるのでしたそれでもどうにかその冬は過ぎて次の春になり畑には大切にしまっておいた種もまかれましたがその年もまたすっかり前の年の通りでした そして秋になるととうとう本当の飢金になってしまいましたもうそのころは学校へ来る子供もまるでありませんでしたぶどりのお父さんもお母さんもすっかり仕事をやめていましたそしてたびたび心配そうに相談しては変わる変わる町へ出ていった やっと少しばかりのきびの粒など持って帰ることもあれば何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありましたそしてみんなはコナラの実やクズやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べてその冬を過ごしました けれども春が来た頃はお父さんもお母さんも何かひどい病気のようでしたある日お父さんはじっと頭を抱えていつまでもいつまでも考えていましたがにわかに起き上がって「俺は森へ行って遊んでくるぞ」 と言いながらよろよろ家を出て行きましたが真っ暗になっても帰ってきませんでした二人がお母さんにお父さんはどうしたろうと聞いてもお母さんは黙って二人の顔を見ているばかりでした次の日の晩方になって 森がもう黒く見える頃、お母さんはにわかに立って炉に穂田をたくさんくべて家中すっかり明るくしましたそれから私はお父さんを探しに行くからお前たちはうちにいてあの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさいと言ってやっぱりよろよろ家を出て行きました 二人が泣いて後から追っていきますとお母さんは振り向いて「何たら言うことを聞かない子供らだ」と叱るように言いましたそしてまるで足早につまずきながら森へ入ってしまいました二人は何べんも行ったり来たりしてそこらを泣いて回りました ととうとうこらえきれなくなって真っ暗な森の中へ入っていつかのホップの門のあたりや湧き水のあるあたりをあちこちうろうろ歩きながらお母さんを一晩呼びました森の木の間からは星がちらちら何か言うように光り鳥はたびたび 驚いたように闇の中を飛びましたけれどもどこからも人の声はしませんでしたとうとう二人はぼんやり家へ帰って中へ入りますとまるで死んだように眠ってしまいましたブドリが目を覚ましたのはその日の昼過ぎでした。 お母さんの言った粉のことを思い出して戸棚を開けてみますと中には袋に入れたそば粉や粉の実がまだたくさん入っていましたブドリは練りを揺り起こして二人でその粉をなめお父さんたちがいた時のように炉に火を焚きましたそれから 20日ばかばりりぼんやり過ぎましたら、ある日、戸口で、きょうは誰かいるかねというものがありました。お父さんが帰ってきたのかと思って、ブドリが跳ね出してみますと、それは、かごをしょった目の鋭い男でした。その男は、 かごの中から丸い餅を取り出してポンと投げながら言いました。私はこの地方の基金を助けに来たものだ。さあ何でも食べなさい。二人はしばらくあきれていましたら、さあ食べるんだ食べるんだ。とまた言いました。二人がこわごわ食べ始めますと。 男はじっと見ていましたが「お前たちはいい子供だ。けれども、いい子供だというだけでは何にもならん。わしと一緒についておいで。もっとも男の子は強いし、わしも二人は連れていけない。おい女の子、お前はここにいてももう食べるものがないんだ。おじさんと一緒に町へ行こう。 毎日パンを食べさしてやるよそしてぷいっとネリを抱き上げて背中の籠へ入れてそのまま「おおはいはいおおはいはい」と怒鳴りながら風のように家を出ていきましたネリは表で初めてワッと泣きだしブドリは「泥棒泥棒」 泣きながら叫んで追いかけましたが男はもう森の横を通ってずっと向こうの草原を走っていてそこからネリの泣き声がかすかに震えて聞こえるだけでしたブドリは泣いてどなって森の外れまで追いかけていきましたがとうとう疲れてばったり倒れてしまいました テグス工場ブドリがふっと目を開いた時いきなり頭の上で嫌に平べったい声がしました「やっと目が覚めたなまだお前は飢饉のつもりかえ起きて俺に手伝わないか」。見るとそれは 茶色なきのこシャッポをかぶって街灯にすぐシャツを着た男で何か針金でこさえたものをぶらぶら持っているのでしたもう危機は過ぎたの手伝えって何を手伝うのブドリが聞きました網かけさここへ網をかけるのかけるのさ。 網をかけて何にするのぐすを飼うのさ」見るとすぐぶどりの前の栗の木に2人の男がはしごをかけて登っていて一生懸命何か網を投げたりそれを操ったりしているようでしたが網も糸も一向見えませんでしたあれでテぐすが飼えるの 帰るのさ。うるさい子供だなおい縁起でもないぞ手ぐすも飼えないところにどうして工場なんか建てるんだ帰るともさ現に俺をはじめたくさんの者がそれで暮らしを立てているんだブドリはかすれた声でやっと「そうですか」と言いました それにこの森はすっかり俺が買ってあるんだからここで手伝うならいいがそうでもなければどこかへ行ってもらいたいのもっともお前はどこへ行ったって食うものもなかろうぜブドリは泣き出しそうになりましたがやっとこらえて言いましたそんなら手伝うよ けれどもどうして網をかけるのそれはもちろん教えてやるこいつをね男は手に持った針金のかごのようなものを両手で引き伸ばしましたいいかこういう具合にやるとはしごになるんだ男は大股に 右手の栗の木に歩いていって下の枝に引っ掛けましたさあ今度はお前がこの網を持って上へ登っていくんださあ登ってごらん男は変なりのようなものをブドリに渡しましたブドリはしかたなくそれを持ってはしごに取りついて登っていきましたが はしごの段々がまるで細くて手や足に食い込んでちぎれてしまいそうでした「もっと登るんだもっともっとさ」そしたらさっきのまりを投げてごらんくりの木をこすようにさそいつを空へ投げるんだよなんだいふるえてるのかい」「育児なしだなあ投げるんだよ げげるるんんだだよ。そら投げるんだよ。ブドリはしかたなく力いっぱいにそれを青空に投げたと思いましたらにわかにお日様が真っ黒に見えて逆島に死へ落ちましたそしていつかその男に受け止められていたのでした男はブドリを地面に下ろしながら ブリブリ怒り怒出しましまたお前も育児のないやつだ。なんというふにゃふにゃだ。俺が受け止めてやらなかったらお前は今ごろは頭がはじけていたろ。俺はお前の命の恩人だぞ。これからは失礼なことを言ってはならん。ところでさ今度はあっちの木へ登れ。 もう少したったらごはんも食べさせてやるよ男はまたブドリへ新しいまりをわたしましたブドリははしごをもってつぎのきへいってまりをなげましたよしなかなかじょうずになったさあまりはたくさんあるぞなまけるなきもくりのきならどれでもいいんだ 男はポケットからマリをとうばかり出してブドリに渡すとすたすた向こうへ行ってしまいましたブドリはまた3つばかりそれを投げましたがどうしても息がハーハーして体がだるくてたまらなくなりましたもう家へ帰ろうと思ってそっちへ行ってみますと 驚いたことには、家にはいつか赤い土管の煙突がついて戸口には「イーハトーブテグス工場」という看板がかかっているのでしたそして中からタバコをふかしながらさっきの男が出てきましたさあ子供、食べ物を持ってきてやったぞ。 これを食べて暗くならないうちにもう少し稼ぐんだ僕はもう嫌だよ家へ帰るよ家っていうのはあそこかあそこはお前の家じゃない俺の手ぐす工場だよあの家もこの辺の森もみんな俺が買ってあるんだからなブドリはもうやけになって 黙ってその男のよこした蒸しパンをむしゃむしゃ食べてまたまりをとうばかり投げましたそのばんぶどりは昔の自分のうち今はテぐす工場になっている建物の隅に小さくなって眠りましたさっきの男は三四人の知らない人たちと 遅くまで炉端で火を焚いて何か飲んだりしゃべったりしていました次の朝早くからブドリは森に出て昨日のように働きましたそれからひとつきばかりたって森じゅうのくりの木に網がかかってしまいますと いの男は今度は泡のようなものがいっぱいついた板切れをどの木にも五六枚ずつつるさせましたそのうちに木は芽を出して森は真っ青になりましたすると木につるした板切れからたくさんの小さな青白い虫が 糸を伝って列になって枝へ這い上がっていきましたブドリたちは今度は毎日焚きぎ取りをさせられましたその焚きぎが家の周りに小山のように積み重なり栗の木が青白いひもの形の花を 枝一面につけるころになりますとあの板からはい上がっていった虫もちょうど栗の花のような色と形になりましたそして森じゅうの栗の葉はまるで形もなくその虫に食い荒らされてしまいましたそれから間もなく 虫は大きな黄色な眉を。網の目ごとにかけ始めました。するとテグス界の男は狂きのようになって、ブドリたちを叱り飛ばして、その眉をかごに集めさせました。それを今度は片っ端から鍋に入れてぐらぐらにて。手で車を回しながら糸を取りました。 夜も昼もガラ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 三つの糸車を回して糸を取りましたこうしてこしらえた黄色な糸が小屋に半分ばかりたまった頃外に置いた繭からは大きな白い蚊がポロ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 ,ポロ飛び出し始めました手ぐすかいの男は まるで鬼みたいな顔つきになって自分も一生懸命糸を取りましたし野原の方からも4人の人を連れてきて働かせましたけれども蛾の方は日増しに多く出るようになってしまいには森中まるで雪でも飛んでいるようになりましたするとある日 六七台の荷馬車が来て今までにできた糸をみんなつけて町の方へ帰り始めましたみんなも一人ずつ荷馬車についていきました一番しまいの荷馬車が立った時手ぐすかいの男が武ドりに「おいお前の来春まで食うくらいのものは家の中に置いてやるからな」 それまでここで森と工場の晩をしているんだぞ」と言って変にニヤニヤしながら荷馬車についてさっさと行ってしまいましたブドリはぼんやり後へ残りましたうちの中はまるで汚くて嵐のあとのようでしたし森は荒れ果てて山火事にでもあったようでした りが次の日家の中や周りを片づけ始めましたらテグス会の男がいつも座っていたところから古いボール紙の箱を見つけました中には実冊ばかりの本がぎっしり入っておりました開いてみるとテグスの絵や機械の図がたくさんあるまるで読めない本もありましたし いいいろいろな木や草ののの図と名前の書いてああるものもありました。ブドリは一生懸命その本のまねをして字を書いたり図を写したりしてその冬を暮らしました春になりますとまたあの男が六七人の新しい手下を連れて 大変立派ななりをしてやってきましたそして次の日からすっかり去年のような仕事が始まりましたそして網はみんなかかり黄色な板もつるされ虫は枝にはい上がりブドリたちはまたたき木作りにかかることになりましたある朝 ぶどりたちがき薪を作っていましたら。にわかにぐらぐらと地震が始まりました。それからずっと遠くでドーンという音がしました。しばらく経つと日が変に暗くなり。細かな？灰がバサ,バサ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 降ってきて。 森は一面にに真っ白になりましたブドリたちが呆れて木の下にしゃがんでいましたらテグス界の男が大変慌ててやってきましたおいみんなもうダメだぞ噴火だ噴火が始まったんだテグスはみんな灰をかぶって死んでしまったみんな早く引き上げてくれおいブドリ お前ここにいたかったらいてもいいが今度は食べ物は置いてやらないぞそれにここにいても危ないからなお前も野原へ出て何か稼ぐ方がいいぜそう言ったかと思うともうどんどん走っていってしまいましたブドリが工場へ行ってみた時はもう誰もおりませんでした そこでブドリはしょんぼりとみんなの足跡のついた白い灰を踏んで野原の方へ出て行きました沼畑ブドリはいっぱいに灰をかぶった森の間を町の方へ半日歩き続けました。 灰は風の吹くたびに木からバサバサ落ちてまるで煙か吹雪のようでしたけれどもそれは野原へ近づくほどだんだん浅く少なくなってついには木も緑に見え道の足跡も見えないくらいになりましたとうとう森を出切った時 りは思わず目を見張りました野原は目の前から遠くの真っ白な雲まで美しい桃色と緑と灰色のカードでできているようでしたそばへ寄ってみるとその桃色なのには一面に背の低い花が咲いていて蜜蜂が忙しく 花から花を渡って歩いていましたし緑色なのには小さな穂を出して草がぎっしり生え灰色なのは浅い泥の沼でしたそしてどれも低い幅の狭い土手で区切られ人は馬を使ってそれを掘り起こしたりかき回したりして働いていました ぶどりがその間をしばらく歩いていきますと道の真ん中に二人の人が大声で何か喧嘩でもするように言い合っていました右側の方のひげの赤い人が言いました何でもかんでも俺は山し春ると決めたするともう一人の 白い傘をかぶった背の高いおじいさんが言いました「やめろって言ったらやめるもんだそんなに肥料をうんと入れてわら取れるったって身は一粒も取れるもんでない」ん「んにゃ俺の見込みでは今年は今までの3年分暑いに相違ない1年で3年分取ってみせる」 やめろやめろやめろったら。んにゃやめない。花はみんな埋めてしまったから、今度は豆玉を六十枚入れて、それから鶏の返し百段入れるんだ。忙しったらなんの。こう忙しくなれば、ささげのつるでもいいから手伝いに頼みたいもんだ。ブドリは思わず近寄ってお辞儀をしました。 そんなら「僕を使ってくれませんか?」すると2人はギョッとしたように顔を上げて顎に手を当ててしばらくブドリを見ていましたが赤ひげがにわかに笑いだしました「よしよしお前に馬のさせとりを頼むからなすぐ俺についていくんだ」「それではまず乗るかそるか秋まで見ててくれ」 さ、行こう。ほんとにささげのつるでもいいから頼みたい時でな赤ひげはぶどりとおじいさんに代わる代わる言いながらさっさと先に立って歩きましたあとではおじいさんが「年寄りの言うこと聞かないで今に泣くんだな」とつぶやきながら しばらくこっちを見送っている様子でした。それからブドリは毎日毎日沼畑へ入って馬を使って泥をかき回しました。一日ごとに桃色のカードも緑のカードもだんだんつぶされて泥沼に変わるのでした。 馬はたびたびピシャッと泥水を跳ね上げてみんなの顔へ打ちつけました一つの沼畑がすねばすぐ次の沼畑へ入るのでした一日がとても長くてしまいには歩いているのかどうかもわからなくなったり泥が飴のような 水ががスープののような気ししたた。りするのでした風が何べんも吹いてきて近くの泥水に魚の鱗のような波を立て遠くの水をブリキ色にしていきました空では毎日甘く酸っぱいような雲がゆっくりゆっくり流れていて それが実にうらやましそうに見えましたこうして二十日ばかりたちますとやっと沼畑はすっかりドロドロになりました次の朝から主人はまるで気が立ってあちこちから集まってきた人たちと一緒にその沼畑に緑色の槍のようなおり座の苗を 一面植えましたそれが10日ばかりで済むと今度はブドリたちを連れて今まで手伝ってもらった人たちの家へ毎日働きに出かけましたそれもやっと一回り済むと今度はまた自分の沼畑へ戻ってきて毎日毎日草取りを始めました ブドリの主人の苗は大きくなってまるで黒いくらいなのに隣の沼畑はぼんやりした薄い緑色でしたから遠くから見ても二人の沼畑ははっきり境まで見分かりました七日ばかりで草取りが済むとまたほかへ手伝いに行きましたところがある朝 主人はブドリを連れて自分の沼畑を通りながらにわかに「あっ」と叫んで棒立ちになってしまいました見ると唇の色まで水色になってぼんやりまっすぐを見つめているのです「病気が出たんだ」主人がやっと言いました ででも痛いんですか。ぶどりは聞きました俺でないよオリザよそれ主人は前のオリザの株を指さしましたブドリはしゃがんで調べてみますとなるほどどの葉にも今まで見たことのない 赤いてんがついていました主人は黙ってしおしおと沼畑を一回りしましたが家へ帰り始めましたぶどりも心配してついていきますと主人は黙ってキレを水で絞って頭にのせるとそのまま板の間に寝てしまいました するとまもなく主人のおかみさんが表から駆け込んできました。オリザへ病気が出たというのは本当かい。ああ、もうだめだよ。どうにかならないのかい。だめだろう。すっかり五年前の通りだ。だから私はあんたにやましをやめろと言ったんじゃないか。 おじいさんもあんなに止めたんじゃないかおかみさんはおろおろ泣き始めましたすると主人がにわかに元気になってむっくり起き上がりました「よしイーハ頭部の野原で指折り数えられる大白将の俺がこんなことで参るかよし来年こそやるぞ」 ぶどりお前俺の家へ来てからまだ一晩も寝たいくらい寝たことがないな。さあ5日でも10日でもいいからぐーっと言うくらい寝てしまえ。俺はその後であそこの沼畑で面白い手妻をやってみせるからな。その代わり今年の冬は家中そばばかり食うんだぞ。お前そばは好きだろうが。 それから主人はさっさと帽子をかぶって外へ出て行ってしまいましたブドリは主人に言われた通り納屋へ入って眠ろうと思いましたがなんだかやっぱり沼畑が苦になって仕方ないのでまたのろのろそっちへ行ってみましたするといつ来ていたのか 主人がたった一人腕組みをして土手に立っておりました見ると沼畑には水がいっぱいでオリザの株は葉をやっと出しているだけ上にはギラギラ石油が浮かんでいるのでした主人が言いました「今俺 ここの病気を蒸し殺し殺てみるところだ。石油で病気の種が死ぬんですかとブドリが聞きますと主人は「頭から石油につけられたら人だって死ぬだ」と言いながら頬と息を吸って首を縮めましたその時スイカの沼畑の持ち主が肩を怒らして 息を切ってかけてきて、かけきき大な声でど鳴りました。何だって油など水へ入れるんだみんな流れてきて俺の方へ入ってるぞ主人はやけくそに落ち着いて答えました「何だって油など水へ入れるったってオりざえ病気がついたから油など水へ入れるのだ」。 何だってそんなら俺の方へ流すんだなんだ。だなってそんならお前の方へ流すったって水は流れるから油もついて流れるのだそんなら何なだって俺の方へ水来ないように水口止めないんだなんだってお前の方へ水行かないように水口止めないかったってあそこは俺の水口でないから水止めないのだ 隣の男はカンカンに怒ってしまってもう物も言えずいきなりがぶがぶ水へ入って自分の皆口に泥を積み上げ始めました主人はにやりと笑いました「あの男難しい男でなこっちで水を止めると止めたと言って怒るからわざと向こうに止めさせたのだ」 あすこさえ止めれば今夜中に水はすっかり草の頭までかかるからなさ帰ろう主人は先に立ってすたすた家へ歩き始めました次の朝ブドリはまた主人と沼畑へ行ってみました 主人は水の中から葉を一枚取ってしきりに調べていましたがやっぱり浮かない顔でしたその次の日もそうでしたその次の日もそうでしたその次の日もそうでした,その,のそ,でしたその次の朝 ととうとう主人は決心したように言いました「さあブドリいよいよここへそばまきだぞお前あそこへ行って隣の口壊してこい」ブドリは言われたとおり壊してきました石油の入った水は恐ろしい勢いで隣の田へ流れていきます きっとまた怒ってくるなと思っていますと昼頃、例の隣の持ち主が大きな釜を持ってやってきましたいやなんだって人の体石油流すんだ主人がまた腹の底から声を出して答えました石油流れればなんだって悪いんだ オリザみんな死ぬでないか。おりざみんな死ぬか、オリザみんな死なないか。まず俺の沼畑のオリザ見なよ。今日で4日、頭から石油かぶせたんだ。それでもちゃんとこの通りでないか。赤くなったのは病気のためで、勢いのいいのは石油のためなんだ。お前のところなど、 石油がただオリザの足を通るだけでないかかえっていいかもしれないんだ石油肥やしになるのか向こうの男は少し顔色を和らげました石油肥やしになるか石油肥やしにならないか知らないがとにかく石油は油でないか。 「それは石油は油だな」「男はすっかり機嫌を直して笑いました」「水はどんどん引きオリザの株はみるみる根元まで出てきました」「すっかり赤いまだらができて焼けたようになっています」「さあ俺のところではもうオリザ狩りをやるぞ」 主人は笑いながら行ってそれからブドリと一緒に片っ端からオリザの株を借り後へすぐそばをまいて土をかけて歩きましたそしてその年は本当に主人の言った通りブドリの家ではそばばかり食べました次の春になると 主人が言いました「ブドリ今年は沼畑は去年よりは3分の1減ったからな仕事はよほど楽だ。その代わりお前は俺の死んだ息子の読んだ本をこれから一生懸命勉強して今まで俺を山師だと言って笑ったやつらをあっと言わせるような立派な織り座を作る工夫をしてくれ。 そしていろいろな本を一山ぶどりに渡しましたぶどりは仕事の暇に片っ端からそれを読みましたことにその中の空房という人のものの考え方を教えた本は面白かったので何遍も読みましたまたその人がインハ東部の死で 一ヶ月の学校をやっているのを知って、大変行って習いたいと思ったりしました。そして早くもその夏、ブドリは大きな手柄を立てました。それは去年と同じ頃、またオリザに病気ができかかったのをブドリが木の灰と塩を使って食い止めたのでした。 そして八月の半ばになるとオリザの株はみんなそろってほう出しそのほの一枝ごとに小さな白い花が咲き花はだんだん水色のもみに変わって風にゆらゆら波を立てるようになりました主人はもう得意の絶頂でした来る人ごとになんの 俺もりざの山市で四年しくじったけれども今年は一度に四年分取れるこれもまたなかなかいいもんだ」などと言って自慢するのでしたところがその次の年はそうはいきませんでした植え付けの頃からさっぱり雨が降らなかったために 水路は乾いい、てしまい沼にはひびが入って秋の取り入れはやっと冬中食べるくらいでした来年こそと思っていましたが次の年もまた同じような日照りでしたそれからも来年こそ来年こそと思いながらブドリの主人は だだんだん小屋子を入れることができなくなり馬も売り沼畑もだんだん売ってしまったのでしたある秋の日主人はブドリにつらそうに言いましたブドリ 俺も元はインハ東部の大白将だったしずいぶん稼いでも来たのだがたびたびの寒さと干ばつのために今では沼畑も昔の三分の一になってしまったし来年はもう入れる肥やしもないのだ俺だけでない来年肥やしを買って入れれる人ったら もう言いハ頭部にも何人もないだろう。こういうあんばいでは、いつになってお前に働いてもらった礼をするというあてもない。お前も若い働き盛りを、俺のとこで暮らしてしまってはあんまり気の毒だから。すまないが、どうかこれを持って、どこへでも行って。 いい運を見つけてくれそして主人は一袋のお金と新しい紺で染めた麻の服と赤革の靴とをブドリにくれましたブドリは今までの仕事のひどかったことも忘れてしまってもう何もいらないからここで働いていたいとも思いましたが 考えてみると、いてもやっぱり仕事もそんなにないので主人に何べんも何べんも礼を言って六年の間働いた沼畑と主人に分かれて停車場をさして歩き出しました空房大博士。 ウドリは二時間ばかり歩いて停車場へ来ましたそれから切符を買ってインハ東部行きの汽車に乗りました汽車はいくつもの沼畑をどん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 後ろへ送りながらもう一桟に走りましたその向こうにはたくさんの黒い森が次から次と形を変えて やっぱり後ろの方へ残されていくのでしたプドリはいろいろな思いで胸がいっぱいでした「早くイーハトーブの死についてあの親切な本を書いた空房という人に会いできるなら働きながら勉強して みんながあんなにつらい思いをしないで沼畑を作れるようまた火山の灰だの日照りだの寒さだのを除く工夫をしたいと思うと記者さえまどろこくってたまらないくらいでした記者はその日の昼過ぎインハ東部の市に着きました停車場を一足出ますと そこから何かのんのん湧くような響きやどんよりとした暗い空気行ったり来たりするたくさんの自動車にブドリはしばらくぼーっとして突っ立ってしまいましたやっと気を取り直してそこらの人に空房博士の学校へ行く道を尋ねました すると誰へ聞いてもみんなブドリのあまり真面目な顔を見て吹き出しそうにしながら「そんな学校は知らんねえ」とか「もう五六丁行って聞いてみな」とか言うのでしたそしてブドリがやっと学校を探し当てたのはもう夕方近くでした その大きな壊れかかった白い建物の2階で、誰か大きな声でしゃべっていました。こんにちは。ブドリは高く叫びました。誰も出てきませんでした。こんにちは。ブドリはあらん限り高く叫びました。 するとすぐ頭の上の二階の窓から大きな灰色の顔が出て眼鏡が二つぎらりと光りましたそれから「今授業中だよやかましいやつだ用があるなら入ってこい」と怒鳴りつけてすぐ顔を引っ込めますと中では大勢でどっと笑い ブドリはそこで思い切ってなるべく足音を立てないように2階に上がっていきますと階段の突き当たりの扉が開いていて実に大きな教室がブドリの真正面に現れました中にはさまざまな服装をした学生がぎっしりです 向こうは大きな黒い壁になっていてそこにたくさんの白い線が引いてありさっきの背の高い眼鏡をかけた人が大きなやぐらの形の模型をあちこち指さしながらさっきのままの高い声でみんなに説明しておりましたブドリはそれを一目見ると ああこれは先生の本に書いてあった「歴史の歴史」ということの模型だなと思いました先生は笑いながら一つの取っ手を回しました模型はガチッとなって機体な船のような形になりましたまたガチッと取っ手を回すと模型は今度は大きなムカデのような形に変わりました みんなはしきりに首を傾けてどうもわからんというふうにしていましたがブドリにはただ面白かったのですそこでこういう図ができる先生は黒い壁へ別の込み入った図をどんどん描きました左手にもチョークを持ってさっさと描きました 学生たちもみんな一生懸命その真似をしました。ぶどりも懐から今まで沼畑で持っていた汚い手帳を出して図を書き取りました。先生はもう書いてしまって。段の上にまっすぐに立って。じろじろ学生たちの席を見回しています。 ぶどりもかいてしまって、そのずをじゅうおうからみていますと、ぶどりのとなりでひとりのがくせいが、はあ、とあくびをしました。ぶどりはそっとききました。ねえ、このせんせいはなんていうんですか。 すると学生はバカにしたように鼻で笑いながら答えました「空母大博士さお前知らなかったのかい?」それからじろじろぶどりの様子を見ながら「初めからこの図なんか書けるもんか僕でさえ同じ講義をもう六年も聞いているんだ」と言って自分のノートを 懐へしまってしまいました。その時、教室にパッと電灯がつきました。もう夕方だったのです。大博士が向こうで言いました。今や夕べははるかに来たり。石膏もまた前科を終えた。 諸君のうちの希望者は、けだしいつもの例により、そのノートをば拙者に示し、さらに数個の指紋を受けて、所属を消すべきである。学生たちはわーっと叫んで、みんなバタバタノートを閉じました。それからそのまま帰ってしまうものが大部分でしたが、 人は一列になって大博士の前を通りながらノートを開いて見せるのでしたすると大博士はそれをちょっと見て一言か二言質問をしてそれから白墨で襟へ「豪」とか「再来」とか「奮霊」とか書くのでした学生はその間 いかにも心配そうに首を縮めているのでしたがそれからそっと肩をすぼめて廊下まで出て友達にその印を読んでもらって喜んだりしょげたりするのでしたぐんぐん試験が済んでいよいよブドリ一人になりましたブドリが その小さな汚い手帳を出した時空母大博士は大きなあくびをやりながらかがんで目をぐっと手帳につけるようにしましたので手帳は危なく大博士に吸い込まれそうになりましたところが大博士はうまそうにこくっと一つ息をして「よろしい。 この図は非常に正しくできている。その他のところは何だははあ沼畑の肥やしのことに馬の食べ物のことかねでは問題に答えなさい。工場の煙突から出る煙にはどういう色の種類があるかプドリは思わず大声に答えました。 黒、カツ、黄、灰、白、無色、それからこれらの混合です。大博士は笑いました。無色の煙は大変いい。形について言いたまえ。無風で煙が相当あれば、縦の棒にもなりますが、先はだんだん広がります。雲の非常に低い日は、 棒は雲まで登っていって、そこから横に広がります。風のある日は棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従います。波やいくつも切れになるのは風のためにもよりますが、一つは煙や煙突の持つ癖のためです。あまり煙の少ないときはコルク抜きの形にもなり、煙も重いガスが混じれば、 煙突の口から房になって一歩をないし四方に落ちることもあります大博士はまた笑いました「よろしい君はどういう仕事をしているのか?」「仕事を見つけに来たんです」「面白い仕事がある名刺をあげるからそこへすぐ行きなさい」博士は名刺を取り出して 何かスルスル書き込んでブドリはお辞儀をして戸口を出て行こうとしますと大博士はちょっと目で答えて「なんだゴミを焼いてるのかな?」と低くつぶやきながらテーブルの上にあったカバンに「白木のかけら」や「ハンケチ」や本や「 みんな一緒に投げ込んなににげでえ、さっき顔を出した窓からぷいっと外へ飛び出しましたびっくりしてブドリが窓へ駆け寄ってみますといつか大博士はおもちゃのような小さな飛行船に乗って自分でハンドルを取りながらもう薄青いもやの込めた街の上を まっすぐに向こうへ飛んででいるのでしたブドリがいよいよあきれて見ていますと間もなく大博士は向こうの大きな灰色の建物の平屋根について船を何か鍵のようなものにつなぐとそのままポロッと建物の中へ入って見えなくなってしまいました。 イーハ東部火山局ブドリが空母大博士からもらった名刺の宛名を訪ねてやっと着いたところは大きな茶色の建物で後ろには房のような形をした高い柱が夜の空にくっきり白く立っておりました。 ブドは玄関に上がって呼び鈴を押しますとすぐ人が出てきてブドリの出した名刺を受け取り一目見るとすぐぶドりを突き当たりの大きな部屋へ案内しましたそこには今までに見たこともないような大きなテーブルがあってその真ん中に一人の 少し髪の白くなった人の良さそうな立派な人がきちんと座って耳に受話器を当てながら何か書いていましたそしてブドリの入ってきたのを見るとすぐ横の椅子を指さしながらまた続けて何か書きつけていますその部屋の右手の壁いっぱいに イーハ東部全体の地図が美しく彩った大きな模型に作ってあって鉄道も町も川も野原もみんな一目でわかるようになっておりその真ん中を走る背骨のような山脈と海岸に沿って縁を取ったようになっている山脈 またそれから枝を出して海の中に点々の島をつくっている一列の山々にはみんな赤や大々や木の明かりがついていてそれがかわるがわる色がかわったりじーっとセミのようになったり数字が現れたり消えたりしているのです。 下の壁に沿った棚には黒いタイプライターのようなものが3列に100でも聞かないくらい並んでみんな静かに動いたり鳴ったりしているのでしたブドリが我を忘れて見とれておりますとその人が受話器をコトッと置いて懐から名刺入れを出して 一枚の名刺をブドリに出しながら「あなたがグスコブドリくんですか私はこういうものです」と言いました見ると「イーハ東部火山局技師ペンネンナーム」と書いてありましたその人は ぶどりの挨拶になれないでもじもじしているのを見ると重ねて親切に言いました「さっき空母を博士から電話があったのでお待ちしていました」「まあこれからここで仕事をしながらしっかり勉強してごらんなさい」「ここの仕事は去年始まったばかりですが実に責任のあるもので」 それに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事するものなのです。それに火山の癖というものはなかなか学問でわかることではないのです。我々はこれからよほどしっかりやらなければならんのです。では今晩はあっちにあなたの泊まるところがありますからそこでゆっくりお休みなさい。 明日この建物中をすっかり案内しますから次の朝ブドリはペンネン浪漪士に連れられて建物の中をいちいち連れて歩いてもらいさまざまな機械や仕掛けを詳しく教わりましたその建物の中のすべての機械はみんな イーハ東部中の三百いくつかの活火山や旧火山に続いていてそれらの火山の煙や灰を吹いたり溶岩を流したりしている様子はもちろん見かけはじっとしている古い火山でもその中の溶岩やガスの模様から山の形の変わりようまでみんな数字になったり 図になったたりししてて現れてくるのでしたそして激しい変化のあるたびに模型はみんな別々の音で鳴るのでしたブドリはその日からペンネン浪義師についてすべての機械の扱い方や観測の仕方を習い夜も昼も一心に働いたり 勉強したりしましたたりまそして2年ばかり経ちますとブドリは他の人たちと一緒にあちこちの火山へ機械を据え付けに出されたり据え付けてある機械の悪くなったのを修繕にやられたりもするようになりましたのでもうブドリにはイーハ東部の300いくつの火山とその働き具合は 花心の中ににあるよう分かってきました。実にイーハ東部には70いくつの火山が毎日煙を上げたり溶岩を流したりしているのでしたし50いくつかの急火山はいろいろなガスを吹いたり熱い湯を出したりしていました。 そして残りの百六七十の死火山のうちにもいつまた何を始めるかわからないものもあるのでしたある日ブドリが老技師と並んで仕事をしておりますとにわかにサンムトリという南の方の海岸にある火山がムクムク機械に感じ出してきました 労基士が叫びました。ぶどりくん？サンムとりは今朝まで何もなかったかね。はい。今までサンムとりの働いたのを見たことがありません。ああ、これはもう噴火が近い。今朝の地震が刺激したのだ。この山の北10キロのところにはサンムとりの死がある。 今度爆発すれば多分山は3分の1北側を跳ね飛ばして牛やテーブルぐらいの岩は熱い灰やガスと一緒にどしどしサンム無鳥市に落ちてくるどうでも今のうちにこの海に向いた方へボーリングを入れて傷口をこさえてガスを抜くか溶岩を出させるかしなければならない今すぐ2人で見に行こう 二人はすぐに支度して、三無鳥行きの汽車に乗りました。三無鳥火山二人は次の朝、三無鳥の市に着き、昼ごろ三無鳥火山の頂き近く、観測機械を置いてある小屋に登りました。 そこは山無鳥山の古い噴火口の外輪山が海の方へ向いてかけたところでその小屋の窓から眺めますと海は青や灰色のいくつもの島になって見えその中を気仙は黒い煙を吐き銀色の身を引いていくつも滑っているのでした。 老儀師は静かに全ての観測機を調べそれからブドリに言いました「君はこの山はあと何日ぐらいで噴火すると思うかひとつきはもたないと思いますひとつきはもたないもう10日ももたない早く工作してしまわないと」 取り返しのつかなないことになる。私はこの山の海に向いた方ではあそこが一番弱いと思う。老木師は山腹の谷の上の薄緑の草地を指さしました。そこを雲の影が静かに青く滑っているのでした。 あそこには溶岩の層が二つしかない。あとは柔らかな火山灰と火山暦の層だそれにあそこまでは牧場の道も立派にあるから材料を運ぶことも造作ない僕は工作隊を申請しよう老舗士は忙しく局へ発信を始めました その時足の下ではつぶやくようなかすかな音がして観測小屋はしばらくギシギシきしみました浪義士は機械を離れました「局からすぐ工作隊を出すそうだ」「工作隊といっても半分決死隊だ私は今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない」 十日のうちにできるでしょうか。きっとできる装置には3日三無鳥市の発電所から電線を引いてくるには5日かかるが技師はしばらく指を折って考えていましたがやがて安心したようにまた静かに言いましたとにかくブドリくん一つ。 茶を沸かか。して飲もうではないかあんまりいい景色だからブドリは持ってきたアルコールランプに火を入れて茶を沸かし始めました空にはだんだん雲が出てそれに日ももう落ちたのか海は寂しい灰色に変わりたくさんの白い波頭は 一斉に火山の裾に寄せてきました。ふとぶどりはすぐ目の前に。いつか見たことのある。おかしな形の小さな飛行船が飛んでいるのを見つけました。浪費しも跳ね上がりました。あ、空母君がやってきた。ぶどりも続いて小屋を飛び出しました。 飛行船はもう小屋の左側の大きな岩の壁の上に止まって、中から精の高い空母大博士がひらりと飛び降りていました。博士はしばらくその辺の岩の大きな裂け目を探していましたが、やっとそれを見つけたと見えて手早くネジを締めて飛行船をつなぎました。 お茶を呼ばれに来たよ揺れるかい大博士はニヤニヤ笑って言いました老義士が答えました「まだそんなでないけれどもどうも岩がボロボロ上から落ちているらしいんだちょうどその時山はにわかに怒ったようになりだし ぶどりは目の前が青くなったように思いました。山はぐらぐら続けて揺れました。見ると空母大博士も老義士もしゃがんで岩へしがみついていましたし、飛行船も大きな波に乗った船のようにゆっくり揺れておりました。地震はやっと止み、空母大博士は 起き上がってスタスタと小屋へ入っていきました中ではお茶がひっくり返ってアルコールが青くポカポカ燃えていました空房大博士は機械をすっかり調べてそれから浪技士といろいろ話しましたそしてしまいに言いましたももうどうどしても 来年は調石発電所を全部作ってしまわなければならないそれができれば今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるしブドリ君が言っている沼畑の肥料も降らせられるんだ干ばつだってちっとも怖くなくなるからなペンネン技師も言いました ブドリは胸がワクワクしました山まで踊り上がっているように思いました実際山はその時激しく揺れ出してブドリは床へ投げ出されていたのです大博士が言いました「やるぞやるぞ今のはサンムトの死へもかなり感じたに違いない」 老士が言いました。「今のは僕らの足元から北へ1キロばかり地表下700メートルぐらいのところでこの小屋の670倍ぐらいの岩の塊が溶岩の中へ落ち込んだらしいのだ。ところがガスがいよいよ最後の岩の皮を跳ね飛ばすまでにはそんな塊を100も200も 自分の体の中に取らなければならない大博士はしばらく考えていましたが「そうだ僕はこれで失敬しよう、と言って小屋を出ていつかひらりと船に乗ってしまいました老技師とブドリは大博士が明かりを二、三度振って挨拶しながら 山をを回っってて、向こうへ行くのを見送ってまた小屋に入り代わるがわる眠ったり観測したりしましたそして明け方麓へ工作隊がつきますと浪木師はブドリを一人小屋に残して昨日指さしたあの草地まで降りていきましたみんなの声や 鉄の材料の触れ合う音は下から風の吹き上げるときは手に取るように聞こえましたペンネン技師からはひっきりなしに向こうの仕事の進み具合も知らせてよこしガスの圧力や山の形の変わりようも尋ねてきましたそれから三日の間は 激しい地震や地鳴りの中で武ドりの方も麓の方もほとんど眠る暇さえありませんでしたその4日目の午前老木市からの発信が行ってきました「ブドリくんだなすっかり支度ができた急いで降りてきたまえ。 観測の機械はいっぺん調べてそのままにして表は全部持ってくるのだもうその小屋は今日の午後にはなくなるんだからブドリはすっかり言われたとおりにして山を下りていきましたそこには今まで局の倉庫にあった大きな鉄材がすっかりやぐらに組み立っていていろいろな機械はもう 電流さえ来ればすぐに働きだすばかりになっていましたペンネン技師の方はげっそり落ち工作隊の人たちも青ざめて目ばかり光らせながらそれでもみんな笑ってブドリに挨拶しました浪技師が言いましたでは引き上げよう。 みんな支度して、車に乗りたまえ。みんなは大急ぎで、二十代の自動車に乗りました。車は列になって、山の裾を、一三二三むとりのしに走りました。ちょうど山としとの真ん中どこで、ぎしは自動車を止めさせました。 ここへテントを張りたまえそしてみんなで眠るんだみんなは物を一言も言えずにその通りにして倒れるように眠ってしまいましたその午後老義師は受話器を置いて叫びました「さあ電線は届いたぞ」。 ぶどりくん始めるよ。労基士はスイッチを入れました。ぶどりたちはテントの外に出て、サンムとりの中腹を見つめました。野原には白ゆりが一面に咲き。その向こうにサンム取りが青く、ひっそり立っていました。 にわかにサンムトリの左の裾がグラグラと揺れ真っ黒な煙がパッと立ったと思うとまっすぐに天まで登っていっておかしなキノコの形になりその足元から金色の溶岩がキラキラ流れ出して見る間にずっと扇形に広がりながら海へ入りました。 と思うと地面は激しくグラグラ揺れゆりの花も一面揺れそれからゴーッというような大きな音がみんなを倒すくらい強くやってきましたそれから風がドーッと吹いていきました「やったやった!」とみんなは そっちに手を伸ばして高く叫びました。この時三太りの煙は。崩れるように空いっぱい広がってきましたが。たちまち空は真っ暗になって。熱い小石がばら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 降ってきました。みんなはテントの中に入って心配そうにしていましたが。ペンネンギシは。 時計を見ながら、ブドリク、うまくいった。危険はもう全くない。死の方へは灰を少し降らせるだけだろう。と言いました。小石はだんだん灰に変わりました。それもまもなく薄くなって、みんなはまたテントの外へ飛び出しました。 野原はまるで一面ネズミ色になって灰は一寸ばかり積もり百合の花はみんな折れて灰に埋まり空は変に緑色でしたそしてサンムトリの裾には小さなコブができてそこから灰色の煙がまだどんどん昇っておりました その夕方、みんなは灰や小石を踏んでもう一度山へ登って新しい観測の機会を据えつけて帰りました雲の海それから四年の間に 空母大博士の計画通り潮石発電所はインハ東部の海岸に沿って200も配置されましたインハ東部をめぐる火山には観測小屋と一緒に白く塗られた鉄の櫓が順々に立ちましたブドリは義士心得になって一年の大部分は 火山から火山と回って歩いたり危なくなった火山を耕作したりしていました次の年の春イーハ東部の火山局では次のようなポスターを村や町へ貼りました窒素肥料を降らせます今年の夏雨と一緒に 硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や素材畑に降らせますから肥料を使う方はその分を入れて計算してください分量は100メートル四方につき120キログラムです雨も少しは降らせます干ばつの際にはとにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから 今まで水が来なくなって作づけしなかった沼畑も今年は心配せずに植えつけてくださいその年の6月ブドリはイーハ東部の真ん中にあたるイーハ東部火山の頂上の小屋におりました下は一面灰色をした雲の海でした そのあちこちからイーハトウブ中の火山の頂きがちょうど島のように黒く出ておりました。その雲のすぐ上を一隻の飛行船が鮮美から真っ白な煙を吹いて一つの峰から一つの峰へちょうど橋を架けるように飛び回っていました。 その煙は時間がたつほどだんだん太くはっきりなって静かに下の雲の海に落ちかぶさり間もなく一面の雲の海には薄白く光る大きな網が山から山へ張り渡されましたいつか飛行船は煙を収めて しばらく挨拶するように輪を描いていましたがやがて船尾を垂れて静かに雲の中へ沈んでいってしまいました受話器がジいっとなりましたペンネン技師の声でした飛行船は今帰ってきた下の方の支度はすっかりいい 雨はざーざー降っている「もうよかろうと思う始めてくれたまえ」「ブドリはボタンをおしました」「みるみるさっきのけむりのあみはうつくしいももいろやあおやむらさきにぱっぱっとめもさめるようにかがやきながらついたりきえたりしました」 プドリはまるでうっとりとしてそれにみとれましたそのうちにだんだん日はくれて雲の海も明かりが消えたときは灰色かネズミ色かわからないようになりました受話器がなりました硝酸アンモニアはもう雨の中へ出てきている。 ょうもこれぐらいならいいい。なちど移動の具合もいいらしいあと4時間やればもうこの地方は今月中はたくさんだろう。続けてやってくれたまえプドリはもううれしくって跳ね上がりたいくらいでしたこの雲の下で昔の赤ひげの主人も 隣の石油が肥やしになるかと言った人もみんな喜んで雨の音を聞いているそして明日の朝は見違えるように緑色になったオリザの株を手でなでたりするだろうまるで夢のようだと思いながら雲の真っ暗になったり また美しく輝いたりするのを眺めておりましたところが短い夏の夜はもう明けるらしかったのです電光の合間に東の雲の海の果てがぼんやり黄ばんでいるのでしたところがそれは月が出るのでした 大きな黄色な月が静かに昇ってくるのでしたそして雲が青く光るときは変に白っぽく見え桃色に光るときは何か笑っているように見えるのでしたブドリはもう自分が誰なのか何をしているのか忘れてしまって ただぼんやりそれを見つめていました受話器はジーッとなりましたこっちではだいぶ雷が鳴り出してきた網があちこちちぎれたらしいあんまり鳴らすと明日の新聞が悪口を言うからもう10分ばかりでやめようプドリは 受話器を置いて耳をすましました「雲の海はあっちでもこっちでもブツ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 つぶやいているのです」「よく気をつけて聞くとやっぱりそれは切れ切れの雷の音でした」「プドリはスイッチを切りました」 にわかに月の明かりだけになった雲の海はやっぱり静かに鍛え流れていますブドリは毛布を体に巻いてぐっすり眠りました秋 その年の農作物の収穫は気候のせいもありましたが10年の間にもなかったほどよくできましたので火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励の手紙が届きましたブドリは初めて本当に生きがいがあるように思いました ところがある日、ブドリがタチナという火山へ行った帰り、取り入れの澄んで、がらんとした沼畑の中の小さな村を通りかかりました。ちょうど昼頃なので、パンを買おうと思って、一軒の雑貨や菓子を買っている店へって、パンはありませんかと聞きました。 するとそこには3人の裸足の人たちが目を真っ赤にして酒を飲んでおりましたが1人が立ち上がって「パンはあるがどうも食われないパンでな石パンだもんな」とおかしなことを言いますとみんなは面白そうにブドリの顔を見てどっと笑いました。 ブドリは嫌になってぷいっと表へ出ましたら向こうから髪を角刈りにした背の高い男が来ていきなり「おいお前今年の夏電気で肥やし降らせたブドリだな」と言いました「そうだ」。ブドリは何気なく答えました。 その男は高く叫びました。火山局のぶどりが来たぞ。みんな集まれ。すると、今の家の中やそこらの畑から18人の百姓たちがゲラゲラ笑ってかけてきました。このや野郎貴様の電気のおかげでおいらの降り座みんな倒れてしまったぞ。 なしてあんな真似したんだ。一人が言いました。武取りは静かに言いました。倒れるなんて。君らは春に出したポスターを見なかったのか。何このやろう。いきなり一人が武取りの帽子を叩たたき落としました。 それからみんなは寄ってたかってブドリを殴ったり踏んだりしましたブドリはとうとう何が何だか分からなくなって倒れてしまいました気がついてみるとブドリはどこかの病院らしい部屋の白いベッドに寝ていました枕元には 見舞いの電報や。たくさんの手紙がありました。ブドリの体中は。痛くて。熱く。動くことができませんでした。けれども、それから一週間ばかり経ちますと。もうブドリは。元の元気になっていました。そして新聞で。 あの時の出来事は肥料の入れようを間違って教えた農業技師がオリザの倒れたのをみんな火山局のせいにしてごまかしていたためだということを読んで大きな声で一人で笑いましたその次の日の午後病院の小遣いが入ってきて ネリというご婦人のお方が訪ねておいでになりました」と言いました「ブドリは夢ではないかと思いましたら間もなく一人の日に焼けた百姓のおかみさんのような人がおずおずと入ってきましたそれはまるで変わってはいましたがあの森の中から誰かに連れて行かれたネリだったのです」 二人はしばらく物も言えませんでしたがやっとブドリがその後のことを尋ねますとネリもぼつぼつとイーハ東部の百姓の言葉で今までのことを話しましたネリを連れていったあの男は3日ばかりの後面倒くさくなったのか ある小さな牧場の近くへネリを残してどこかへ行ってしまったのでしたネリがそこらを泣いて歩いていますとその牧場の主人がかわいそうに思って家へ入れて赤ん坊のお守りをさせたりしていましたがだんだんネリは何でも働けるようになったのでとうとう三四年前に その小さな牧場の一番上の息子と結婚したというのでしたそして今年は肥料も降ったのでいつもならマヤ声を遠くの畑まで運び出さなければならず大変難儀したのを近くのカブラ畑へみんな入れたし遠くのトウモロコシもよくできたので 家中みんな喜んでいるというようなことも言いましたまたあの森の中へ主人の息子と一緒に何べんも行ってみたけれども家はすっかり壊れていたしブドリはどこへ行ったかわからないのでいつもがっかりして帰っていたら昨日新聞で主人がブドリのけがをしたことを読んだので やっとこっちへ訪ねてきたということも言いましたブドリは治ったらきっとその家へ訪ねていってお礼を言う約束をしてネりを返しましたカルボナード島それからの五年は ぶどりには本当に楽しいものでした。赤ひげの主人のうちにも何遍もお礼に行きました。もうよほど年は取っていましたが、やはり非常な元気で、今度は毛の長いうさぎを千引き以上飼ったり、赤い観覧ばかり畑に作ったり、相変わらずの山紙はやっていましたが、 暮らしはずっといいようでしたネリにはかわいらしい男の子が生まれました冬に仕事が暇になるとネリはその子にすっかり子供の百姓のような形をさせて主人と一緒にブドリのうちに訪ねてきて泊まっていったりするのでしたある日 ブドリのところへ、昔テグスカイの男にブドリと一緒に使われていた人が訪ねてきてブドリたちのお父さんのお墓が森の一番外れの大きなカヤの木の下にあるということを教えていきましたそれははじめテグスカイの男が森に来て森中の木を見て歩いた時 ブドリのお父さんたちの冷たくなった体を見つけてブドリに知らせないようにそっと土に埋めて上へ一本のカバの枝を立てておいたというのでしたブドリはすぐネリたちを連れてそこへ行って白い石灰岩の墓を建ててそれからもその辺を通るたびに いつも寄ってくるのでしたそしてちょうどブドリが27の年でしたどうもあの恐ろしい寒い気候がまた来るような模様でした測候所では太陽の調子や北の方の海の氷の様子からその年の2月にみんなへそれを予報しました それが一足ずつだんだん本当になって拳の花が咲かなかったり五月に十日もみぞれが降ったりしますとみんなはもうこの前の凶作を思い出して生きた空もありませんでした空房大博士もたびたび気象や農業の技師たちと相談したり意見を新聞へ出したりしましたが やっぱりこの激しい寒さだけはどうともできない様子でしたところが六月も初めになってまだ黄色な折り座の苗や目を出さない木を見ますとブドリはもういても立ってもいられませんでしたこのままで過ぎるなら森にも野原にもちょうど あの年のブドリの家族のようになる人がたくさんできるのですブドリはまるで物も食べずに幾晩も幾晩も考えましたある晩ブドリは空母大博士のうちを訪ねました先生 気層の中に炭酸ガスが増えてくれば、暖かくなるのですかそれはなるだろう。地球ができてから今までの気温は、大抵空気中の炭酸ガスの量で決まっていたと言われるくらいだからね。カルボナード火山島が今爆発したら、この気候を変えるくらいの炭酸ガスを吹くでしょうかそれは僕も計算した。 あれが今爆発すればガスはすぐ大循環の上層の風に混じって地球全体を包むだろうそして火層の空気や地表からの熱の放散を防ぎ地球全体を平均で5度ぐらい暖かくするだろうと思う先生あれを今すぐ吹かせられないでしょうかそれはできるだろう。 けれども、その仕事に行った者の,のうち最後の一人はどうしても逃げられないのでね先生私にそれをやらしてくださいどうか先生からペンネン先生へお許しの出るようお言葉をくださいそれはいけない君はまだ若いし今の君の仕事に買われるものはそうはない 私のようなものはこれからたくさん出てきます私よりもっともっと何でもできる人が私よりもっと立派にもっと美しく仕事をしたり笑ったりしていくのですからその相談は僕はいかんペンネン技師に話したまえブドリは帰ってきて 天然技師ししはうなずきました「それはいい」「けれども僕がやろう」「僕は今年もう63なのだ」「ここで死ぬなら全く本望というものだ」「先生けれどもこの仕事はまだあんまり不確かです」 いっぺんうまく爆発しても間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんしまた何もかも思った通りいかないかもしれません先生が今度おいでになってしまってはあと何とも工夫がつかなくなると存じます老技師は黙って首を垂れてしまいましたそれから三日の後 火山局の船がカルボナード島へ急いで行きました。そこへ、いくつもの矢倉は立ち、電線は連結されました。すっかり支度ができると、ブドリはみんなを船で返してしまって、自分は一人島に残りました。 そしてその次の日イーハ東部の人たちは青空が緑色に濁り日や月が赤金色になったのを見ましたけれどもそれから三四日たちますと気候はぐんぐん暖かくなってきてその秋は ほぼ普通の柵柄になりました。そしてちょうどこのお話の始まりのようになるはずのたくさんのブドリのお父さんやお母さんはたくさんのブドリやネリと一緒にその冬を温かい食べ物と明るい焚き着で 楽しく暮らすことができたのでした。宮沢賢治。グスコーブドリの伝記。